はい、本日はですね、ショップ店員の、行動あるあるについてお話していきたいなというふうに思います。ということでね、まあ、服とか買いに行ったりしたら、洋服屋の店員さんって、大体みんな同じようなことをしてきません？で、それについて、あ、ものすごい嬉しいなって思うこともあれば、ちょっとムムってなる時もあったりするじゃないですか。まあ、そんな時に、どういうのが良くて、どういうのが嫌ですかっていうのをね、皆さんからこう、お声いただいたんですよ。ほんならね、それをまあ、バーっと見させてもらってたらね、わ、めっちゃわかるわっていうやつもあったり、いや、これめちゃくちゃ特殊やなっていうやつもあったり、逆に僕もね、店員やってたこともあるから、いや、これ店員さんからしたらね、ちょっともうどうしようもないことやったりするんよっていうのもあったりするので、それをね、発表していこうと思います。まあ、なのでもしかしたらこれは一般的な僕みたいなね、買う側の人からしたらね、ああ、わかるわかるだけで終わるかもしれんけど、店員さんがもし見てはったらね、やばい、俺これからやめようと思ってもらったりね、あ、それ嫌がられてんねやっていうのをね、知っていただくいいチャンスになるんかなというふうに思いましたんで、こちら発表していきますので、本日の流れとしてはですね、ただただ皆さんからいただいたやつを一個一個読んでいきます。で、その時に僕の気持ちは、あ、めっちゃわかりますっていうやつもあれば、いや、逆にね、これ店員さん側から見たらこうなんですわっていう時もあるし、これわけわからへんやんかっていう、この3つでね、判断していきたいなと思いますので、8000名の方がね、丁寧にお答えいただきましたので、だいたい10個ぐらいかな、お話ししていこうと思います。で、僕はですね、あんまり、その服屋さんで服買うことってあんまないんですよね。基本的にはもう楽天でバーっと買うことが多くて、まあ、ポイントも貯まるじゃないですか。結局もうサイズとか分かってたら、ネットの方が早いんですよね。で、余計なね、会話とかする時間もないからね、もう僕は全部オンラインで済まして、もうほぼサイズ分かってるんで、まあ、たまに失敗しますけどね。まあそんな感じでやってるんですけども、まずですね、まあ、僕が考えるところって言ったら、アンケートでも出したんですけども、服、畳んでる状態やのに、めっちゃ綺麗に畳まれてるのに、わざわざ一回は、ほどいて畳み直してるのって、あれ本人バレてんと思ってるけど、めちゃくちゃバレてると、お客さんからしたらめっちゃバレてると、え、なんでそんな綺麗なやつもう一回畳み直してんのって見てるよっていうことなんですけど、まあそんなんがあったりだとか、あと買い物し終わった後にレジで会計して、なんでか知らんけど、それ出口までショッパー袋持ってきてもらうじゃないですか。あれってね、ものすごく気使うからね、やめてほしいんですよ。そのレジでももらいたいんですよね。だけど固くなりね、いや、レジまでどうぞって言われるから、あれはね、ぜひやめてもらいたいなと思ったりするんやけど、皆さんじゃあどう考えてるのかっていうところで、皆さんのお声をね、お話していきたいなと思います。まずいきます。客のことを考えずに売ることだけを意識、まあこれは仕方ないですよね。だって仕事だもんということで、まあ僕そういうのも嫌やからね、もう買いに行かないんですよ。で、店員さんもね、やっぱその買った分からお給料ってもらってるわけやからね、まあそれは別に仕方ないことやねんけども、せめてね、客のことは考えてくれよというところはあるかもしれませんが、まあこういうことしてる店員さんはね、おのずと多分売り上げが低いとは思うんですけども、まあこれ確かにこれ嫌ですよねと。で、その次はね、まあ似てるんですけど、一瞬触っただけですぐに説明してくる。あ、それね、そうなんですよとか、あ、これね、実はゴアテックスでどうだろう、あ、これね、プリマロフトでこうなんですよ、これダウンジャケットでこうなんですよ、これわしやないかいと、すぐ多分僕やったら喋ると思うんですけども、こんなことしてる店員さんも売れませんよね。だってうざいもん、せっかく見てる時に喋ってくんなよと思うんですけども、店員さんもね、会話の糸口を探してるんですよ。だからどっから喋ろうかなみたいなことなんですけど、まあ僕もね、最初アパレル働いた時そんなことしてたんやけども、あ、それはあかんなと思ったんでね、僕はよくどういう入りしてたかっていうとね、大体天気の話してました。いや、さっき雨降ってたんですけど、やみましたって言ってね、何の話こいつしてくれんねんっていう感じなんですけど、あ、そのカバンいいっすよねみたいな感じで入ったりとかよくしてたんですけどもね、まあ関係ない話から入った方がお客さんも嬉しいし、よう見てくれてんなって思うからね、まあいいんかなと思って、僕はそんな入り方してたんですけど、これも確かにわかりますと。ちょっと触れただけでね、それも最近入荷してきたばっかりなんですよとか、これ今期のトレンドなんですよとか、これ僕も持ってるんですよとかね、もうそんな言われたりしてね、もうちょっと黙っといてくれって思ったりするんだね。まあまあわからんではないなと思います。で、逆にね、これはね、店員さんの気持ちわかるなっていうやつがあったんで、その生きますけど、いらっしゃいませ、どうぞご覧くださいませという店員、それは言うでと、それは言いますよと、いらっしゃいませっていうのも言うしね、逆に言わんかったらこれ言わんやないかって文句になるじゃないですか。だからね、いらっしゃいませ、どうぞご覧くださいませっていうのは、それは言わしちゃってください。店員さんもね、それが仕事やからね、それ嫌やったら行くなっていう話になってますので、まあそれは分かりますよねなんていうことで、でね、次のやつもね、分からんではないんだけどね、まあ仕方ないんちゃうかなと思うやつがね、常連さんが来ると愛想がいい。これもまあ仕方ない部分ではあります。だって人間やからね、やっぱり普段よく買ってくれてる人とかよく会う人ってね、どうしてもこう表情が緩むじゃないですか。で、初対面の人ってどうしても顔こわばっちゃうのって、そのショップ店員とか関係なく人間ってみんなそうじゃないですか。だからね、まあそれはわかるけど、でも逆にされた時ってね、ものすごい突き放された感じはあるから、あ、もう次ここで行かんとことかね、次ここで買わんとこってやっぱ思っちゃうから、まあまあこれはどっちの気持ちもわかるねんけど、まあプロのね、そこでも上手い店員さんとかやったらね、きっちりね、どっちかって常連さんをね、ないがしろにしといて、
一般の人をね大事にしてるような感じの人もいてはるじゃないですか。あ、そんなのね、あ、うまいなと思って見させてもらったりするんですけど、まあ常連さんなんかね、ある程度融通きくからね、ちょっと待っといて言うたって待っといてくれるし、まあ新規の人はね、待っといてって言えるような関係性じゃないからね、まあそういう風にした方がいいんかなとかって思ったりするんですけど、まあ僕店員でも何でもないからね、こんなの参考にすることないですけど、まあまあわからんではないなっていう感じでした。で、その次がね、入店後のすぐに声かけ。やっぱりこれアンケートで多かったのが、声かけられるの嫌がる人めっちゃ多かったですね。で、それはね、なんでっていうと、こっち側から聞いてないのに声かけられるっていうのがやっぱり嫌がってる人多くて、まあ僕の視聴者さんとかやったらね、結構洋服のこと知ってはる人とかが多いので、言われんでも分かってるわっていうことが多いんですよね。で、話されると見れないんですよ。だからこう選ぼうと思ってる最中に話しかけられるとね、もう選べんくなってね、こっちの会話になっちゃうから、もう服買わんくなっちゃうんですね、結局は。だからまあ声かけてくれて、まあこれ多分ね、あんまり店員さんとしてのスキルもない人やと思うんです。店員さんとしてのスキルがあったらこんなことせんとね、ちゃんと洞察してね、その人がどういうのが好きとかで、どういうのを見てんのかっていうのをちゃんと見てから声かけてくると思うので、すぐに声かけることはないと思うんですけども、まあこういうことを聞いたらね、あ、こいつ新米かと、あ、こいつペーペーかというふうに思っていただいてね、優しい眼差しで見ていただけるのがいいんかなと思います。で、その次がですね、イヤホンしてんのに話しかけてくる。これはね、帰り物行くときはね、イヤホンしてあかん。やっぱり店員さんもね、声かけるつもりでおるしね、話しかけてほしくないんだね、やっぱネットで買わなあかんからね。まあそういうとこもあってね、僕はネットで買うんですけどもね、まあまあこれは店員さんがからしたらね、買い物してくんのにイヤホンすんなよっていう意見が多分出てくると思うんですよ。だからまあまあまあ、ここは仕方ないかなと思います。ほんでその次がね、これはお客さんの気持ちわかるんですけどもね、店員さんがすぐに、試着もできますのでって言ってくる。いや、逆に試着できひんショップどこにあんねんと。その突破口で俺との会話広げれると思ったんっていうところでね、めちゃくちゃ狭いところ狭やってくるやみたいな、こんなん誰でも言えるところから行ってくるなみたいなのあるじゃないですか。そりゃ試着できへんお店なんかなかなか今の時代ないですよね。うち試着できませんので結構こだわってますねみたいな、ちょっと変なとここだわりあるんですねって思うじゃないですか。だからまあこれはね、会話が温まった状態の時に、あ、じゃあよかったら最後着張りますかっていう時の試着できますやって意味わかるけど、いきなり試着できますんでって言われるのはね、ちょっとごめん、まあ、持ってき方を間違ってるというところになるんかなと思いますので、まあこれもお客さんの気持ちがものすごいわかると。で、次はね、これは逆にちょっと少数意見やったんですけど、まあこれにはこれがさらに合いますよみたいな感じでセットで提案してもらう時あるじゃないですか。僕パンツ見に来ただけやのに、パンツ履いたら次ジャケットも教えてくれるみたいなあったりすると思うんですけど、まあそれはね、人によると思います。ありがたいって思う人もいてるやろうし、逆にそんなもう俺は決めれるからいらんねんっていう人もいてるからね、まあまあまあわからんではないけど、でも店員さんとしてはやっぱ単価上げたいんですよ。だから単価上げたいからね、いろいろいっぱい買ってほしいからね、パンツだけと言わずね、このアクセサリーもどうでしょうかとかね、このサングラスもどうでしょうかとかね、この指輪もどうでしょうかとかね、このジャケットもどうでしょうかって、やっぱり単価上げていきたいからね、それはいろいろこう合わせさせてもらうし、まあそれが最終的にはね、お客さんが喜んでもらえたらね、一番いいかなと思って、多分店員さんはね、アドバイスしてると思うんですけども、アドバイスというか提案か、まあそんなんがありますと。で、こっからはね、しばらくお客さんの気持ちが分かることしかないです。僕もやたら目が合う、これ嫌ですよね。服買いに行っててなんかジロジロ見られる店員さんってなんか出たくなりますよね。ちょっとコーナー曲がったらすぐ後ろついてきて、でさらにもっとコーナー曲がったら鏡越しで見られてるとかね、なんか不気味な感じするじゃないですか。もうそんだけ見てんのやったら、もう喋りかけてきたらみたいな感じでね、やたら目だけ合う、これは怖いですよね。もはやそれは服屋さんと言わずお化け屋敷なんですよね、なんて言ってて、その次の意見がですね、オーバーサイズを乱用してくる店員さん。これもわかるね。もうサイズないだけでしょと。僕 L やねんけども XL 着させられてでかいですねって言ったら、いやでもトレンドってね、最近オーバーサイズ着てるんでねって言ってるけど、いやもう L の在庫ないだけやんと。L の在庫ないからもう XL 上にかかってるやんっていうので、わかるじゃないですか。いや、なんでもかんでもね、オーバーサイズって言っときゃええわと思ってね、言ってるのかわからんけども、もうちょっとうまい喋り方してよと。そんな買うのに、そんなあからさまに買わせようとしてくるのね、もう丸見えやからね、ちょっとそれどうなんかという風なので、ちょっとありますよね。だからこれはちょっと店員さんのスキルがないという風に思いますので、まあまあ、お客さんの気持ちがものすごいわかると。で、その次が、ずっとついてくる。これさっきも言いましたよね。お化け屋敷やないかと。それはもうお化け屋敷ないよ。黙ってこっそりついてくるやつもお化け屋敷店員と言ってください。ほんで次はね、僕あんまりわからんかったんやけども、人によったら確かに嫌な人多いんかなと思ったんですけども、店員さんがね、僕も持ってるんですよっていう店員さん。あれ嫌なんですっていう人もおったんですけど、これはね、人によったらやっぱ嫌な人いてるみたいです。やっぱお前とお揃いになりたくないとかね、なんで一緒のもん買わなあかんねんとか、やっぱそういう風に思うらしいので、
まあ一昔前とかやったらね、まあ僕らが中学生ぐらいやったら、もう20年ぐらい前かやったらね、店員さんって結構憧れのポジションやったりしたかもしれないですけど、もう今となってはね、こうやって YouTuber もそうやし、ブロガーとかもそうやし、いろんな人がね、情報をこうやって喋ってるから、あんまり憧れの存在っていう人が少ないかもしれないですね。まあ中にはね、そういうショップ店員さんもいてはるとは思うんですけども、どっちかって言ったらね、なんでお前と同じもん一緒に持たなあかんねんと思ってはる人も中にはいてるということで、僕はね、別にお揃いですよって言われても、そうなんですねってあんま気にしないですよね。だからお揃いでも欲しかったら買うし、いくらお揃いって言われても欲しくなかったら全く買わへんしって感じなんで、あんま僕は気にしないですけど、まあそんなんがあったと。でその次がですね、すぐ畳み直す。まあパッて広げて、これ広げていいですかって、あどうぞどうぞ、パッて広げて、ああそうなんや、ポンって置いた瞬間パンパパパパパって畳み直されるっていう、まあ嫌ですよね、お前出ていけって言われてるんかなって感じで。でもこれは閉店前やったらわかるかもしれない。やっぱ閉店前やったらね、早帰りたいし、今日飲みかんねんと、今日コンパあるし、もうまたしてんねんと店員さんからしてもね。ほんなもう、じゃあいらっしゃいませー言うてる時に、よっしゃもう閉店や閉店やと思ってたらね、パーって客が来てね、広げるだけ広げてね、パーって出て行かれたりしたね。おいもう閉店作業もうすぐ終わらしてコンパ行く予定やったのに、何してんの、もうこいつ買わんやろ、パパパパって直したんかもしれんけどもね。もしかしたら買わないお客さんと思われたんかもしれんけど、まあ買うお客さんと思ってそんなこと多分せえへんからね。まあ買わんやろこの人と思ってね、やられたんかもしれませんけども、まあそんなも嫌ですよね、なんて言って。やっぱ店舗に行くとね、いいこともありますよ。素敵な出会いもあるんやけど、やっぱそういうね、腹立つこともあるから、僕もう極力行かんようにしてね。まあ行くときはね、もう一日もうバッと行くと。で、逆に行かんときはね、もうほぼ行かんって感じだね。行くってなっても、まあ、ワンシーズンに1回行くかな、半年に1回か、まあ、年に1回か、まあ、ほんまその程度しかね、洋服屋の店員さんと喋ることないんですけど、まあ、そんな感じと。で、あとこれは、なびく人となびかん人、僕全くなびかへんけど、嫁めっちゃなびく。これ何かっていうと、それラストなんですよねって言われる言葉。あれありますよね。これラスト1点なんです。それが最後なんです。もうこれで最後ですよとかって言われたりしたら、うわ、どうしようかなっていうのってね、僕は響かへん。全く響かなくて、欲しかったらラスト1点でも、ラスト100点でも買う。でも欲しくなかったら買わへんって感じなんですけど、嫁はね、この間ナンガの買い物に行った時もね、帽子がね、これラスト1点です。あ、よかったって言って喜んでたんですけど、僕からしたらあんま関係ない。それがラスト1点であろうが、何であろうが欲しかったら買うって感じなんですけど、まあ、これも分かる人は分かるでしょ。そういうの言われたら欲しくなるっていう人見てれば、いや全然気にならんっていう人見てると思うんですけど、そんな。その次はね、これだいぶぶっ飛んでるなと思うんですけど、タメ口。店員さんがいきなりタメ口、ああ、ええんちゃう？ああ、それあサイズないとかって言われたりしたらね。まあ確かにこれはね、店員さんとしてどうのこうの言う前に、そもそも人としてのモラルがなってないじゃないですか。だからこれちょっと店員さんどうのこうのっていうよりかは、まあ人としてちょっと残念というかね、まあいう感じになってるかなと思います。はい、まあ以上がね、いろいろいただいたコメントの中でまあまあ多かったコメントかなと思うんですけども、大体のコメントとしてはやっぱり声かけですよね。必要以上に声かけしてくるのって嫌がる人多いし、でも僕もね、アパレルやってる時に声かけろって言われたんですよ。で、声かけろかけろって言われてやってたんですけど、確かにその当時はね、合ってたと思います。時代的にもね、やっぱり決められへん人っていうのも中にもいてるし、知らへんっていう人も多かったから、喋ることで、ね、情報を伝えれるっていうこともあったりして、僕もいろいろ今みたいな感じでね、いろいろ喋ってたんですよ。これめっちゃ性能いいんすよ、でバイク乗りはりますもんねって言ったら、バイクこれめっちゃいいっすよとかって、なんでかって言ったら、ボスでしょ、ほんなめっちゃ雨の日使えるんすよとかって僕よう言うてたんですけども、今の時代はね、別に店員さんから聞かんでもね、皆さん結構いろいろ調べはったりもするし、それこそ SNS とかもあったりするからね、はっきり言って店員さんからもらう情報ってね、ほぼほぼ知ってる情報やったりするじゃないですか。僕あんまその真新しい情報を得たことないんですよ。だから一昔前やったら店員さんもね、ガンガン喋りに行けっていうのはあってたけど、今の時代的にはね、どっちかって言ったらちゃんと信用を貯めていった方がいいというか、店舗としてのね、信用、あそこの店員さんならしっかりしてるとかね、あそこの店員さんから買いたいって思わせるようなね、運営というかね、経営をされた方がね、僕はいいかなと思うんですけども、まあ昔ながらのやり方をね、やってるお店屋さんも多分いっぱいあると思うんですよ。もうバンバン声かけていけみたいな感じでね、体育会系というか、昔のやり方をやってはるとこもあるんですけど、だいたいそういうとこ潰れていくんでね、やっぱりちゃんとこう信用を積み重ねていって、この人をやったらちゃんと見てくれた上で提案してくれるとかね、そういうのをね、やっぱり今は SNS 使ったりとかしてね、いろんな全国の人に伝えていけたりもすると思いますので、これ僕店員さんに対して言ってるけども、まあ、お店の運営もね、そういう風にされた方が僕はいいんじゃないかなと思ってるんですけども、まあおそらくガツガツした接客してたら、まあ潰れるとは思いますけどもね、まあそんなことで、まあ皆さんも嫌がってるっていうことなんで、まあ、僕も気持ちを分かりますし、まあそれ嫌ですよねなんていうことで、まあこれは非常にね、面白いアンケートやったんちゃうかなと思います。少数派ではね、講習ある店員さんとかしゃあないよ、マスクしてても匂ってくんのと。最近でもみんなマスクしてるからね、そんな匂い気になる人おらんけど、確かにマスクする前とかはたまに臭い人とかおったじゃないですか。あ、くつくさっていう人もおったけども、最近そんなマスクしててくつくさい人っておるんかなと思うけど、まあそんなんが少数意見でね、あったりだとか、あとは値段高いもん買わせてくるとかね、まあそんないろいろあったんですけども、まあ今回ちょっとね、特殊な話も多かったんですが、いい店員さんもね、いるのは事実で言ってると思います。ほんまにちゃんと常識のあって、良識のあって、その人を見た
上で判断してくれるっていう店員さんも絶対いてるけども、やっぱり割合って大体7-3とか8-2って言うじゃないですか。ほとんどの人がそんなことやっぱ、ね、してくれへんから、お大多数の店員さんってまあこんな感じやからね、まあそういうねいい店員さんにね巡り会えたらねいいとは思うんですけども、こんなお話で、まあ、みんなわかるよということで共通認識でね今日はあるあるをお話しさせていただきました。まあ僕もね買い物行かんくなったりはそれです。めんどくさいしね、あのやり取りすんのとかいろいろ腹立つ感情とか嬉しい感情とかもう感じるのめんどくさいからね、もうネットやったらね在庫もこっちで喋らんでもわかるじゃないですか。いや店行ったらねいちいち聞かなあかんからね、もうそんなめんどくさいなと思ってね、まあいろいろもネットでやってるんですけども、まあ皆さんはねいい店員さんに出会うことをね願っております。ということで本日は、店員さんのあるあるをお話してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。